田さん、はい、先日ミュージックシャワーの視聴者プレゼントで当選したロアジルホテルのランチビュッフェの券を使おうと家族さんに言ってきました。いいな。コロナ禍のランチビュッフェどうなんだろうかと迷いましたが、事前に問い合わせをしてみると時間帯が2つに分かれていることと、うん、予約人数もそう多くはないようだったので今月いっぱいが有効期限だったこともあり、レッツゴー、ね、トングを使う際にはビニール手袋、食事中以外のマスクが徹底されていて安心して楽しむことができました、うん、1歳2ヶ月の息子でも食べられるものが意外とたくさんあり予想はしていましたが、すんごい食べっぷりでプレートに継いだ料理をペロリと平らげました。へ、息子の食べっぷりを見て私も夫も笑顔になったし、美味しい料理にも満足でした。プレゼント本当にありがとうございました。楽しい時間が過ごせて大感謝です。いいね、よかったね。いやもうホテルのしかもビュッフェという業態がね定着してる中で、うん、このコロナの中どうやってね皆さん考えるんだと思ったら、まあ各ホテルいろんな知恵を絞ってやってますよね。すごいよね、うん、フォンテーヌさん、ロアジルのフォンテーヌさん、うん、僕たちも行きましたけど、うん、もうあの席の配列もね前に行った時と全然違ってて、うん、違うんですよ。あの前はほらグループになって対面で島がいっぱいあったでしょ、うん、でも一方向向いてね窓の方景色を見ながら、あ、だからお互いに飛沫がしないように横に座るっていうね、お友達同士行ってもあ、いい、そう、もう手袋はもう当たり前で、ビュッフェでみんな取り分けていたものを、あのできるものに関しては小皿用意して、だからどれあのお皿もね命名のお皿になるから相当購入したっておっしゃってましたよ。大変だね。安心して皆さんがね、うん、過ごしていただける、召し上がっていただけるような工夫だからこそビュッフェってできるんだなって頭が下がりますよね。本当ね、うん、でもいい考え、やっぱりカップルシート好きなんだよね。ああ、なるほどね。そうそうそう、カウンターみたいなのね目線が同じとこいいよね。ウケる。マリカップルシート好きなんだよねって。なんであんたカップルシート好きなの。まずまずまずよ、まずだからほら、うん、なんでカップルシート好きなの。壁側がいいさ、まずは、まずカップ、あ、壁側がいい人さ。もう意味がわからない。何？なあー、なるほどね。はい、壁側がいいね。うん。うん、でもわからない。だからこれでたまにちょっと揉めるわけ。うん。誰が壁側がいいかっていうことで。いやいや、一人だから揉めないって。じゃあ友達とか別に恋人じゃなくてもカップルシートなんでして。あらもう。ごめんね、ごめんね、そうだよね、マーリー、ごめんね、ごめんね、お母さんが悪かった、ごめんね、許す、はい、お母さんパッチ、お母さんパッチいい、これで大丈夫、マーリー、ね、もう分かった、うん、分かった、今度からこんなって言わんね、分かった、カップルシート座ろうね、うん、マーリー壁があるからね、はい